記者会見なんですね。新入団、なんか懐かしいですね。皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの桑原学です。今年は柏レイソル創立30周年ということで、この新体制発表会の第1部、特別にですね、レイソルにこれまで長らく携わってきた、この5人で楽しくトークライブをしていきたいと思います。自由にフリートークしていいということなんですけど、ライブなので皆さんギリギリのところでうまくまとめて盛り上げていただけたらなというふうに思います。皆さんよろしくお願いします。さて、では出演者の皆さん紹介していきます。まずは柏レイソルのキャプテン大谷秀和選手です。谷君よろしくお願いします。お願いします。プロもう20年目、はい、やばいっす。長いですね。やばいっすよ。去年はちょっと怪我で離脱する時期もありましたけど、はい、今年は長く、はい、うん、まあ、もう少しやるために手術したんで、今年は、はい、去年できなかった分をしっかりピッチで貢献したいなと思ってます。期待してます。はい、ありがとうございます。そして、サッカー番組や専門サイトで活躍中です。実は生粋のレイソルサポーターだというのはこのいでたちを見ても分かりますが、サッカージャーナリストの土屋正史さんです。土屋さんよろしくお願いします。お願いします。なんか浮いてますね、衣装が。衣装でもないか。浮いてるっていうか、日立の文字が薄くなってきたって具合も。これ1993年のモデルなんで、僕は中学生の時に、まあ、両親に買ってもらったんですけど、もうちょっとこのエンブレムがもう洗いすぎて消えてるっていう。でもそのぐらいね。そうそう。思いが入ってる。はい、うん、そういうことです。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして長年レイソルを愛して選手たちを見守ってきた柏レイソルのオフィシャルライター鈴木純さんです。純さんよろしくお願いします。純さん、はい、もう長くレイソル見てきてますけど、はい、なかなか最近はねコロナでちょっと取材も大変だと思います。はい、そうですね。はい、いかがお過ごしですか。まあもう仕事も全部リモートで引きこもりです。今年もたくさん取材して盛り上げてください。はい、よろしくお願いします。そして、最後に柏レイソルで2011年から6シーズンプレーしました。そして全タイトル獲得の瞬間ピッチに立っていたという名ディフェンダー、センターバック増島達也さんです。お久しぶりです。お久しぶりです。皆さん元気でした。いやもうなんかいろんなところで拝見するので、いやいや、お忙しいと思いますが、やっと帰ってこれましたよ。全然呼んでくれないからレイソル好きなのに。いやでもこういう場にやっぱりね指名されるっていうことは歴史に名を刻んでる一人ということで、スタッフとみんな仲良くしていてよかったです。今日はマスクもよろしくお願いします。お願いします。さて、それではですね、今日のメインイベントは大谷チーム、それから増島チーム、まあ、2人ずつ分かれてもらって、この柏レイソルの30周年を彩る名選手たちでドリームチームを決めるというドラフト会議で盛り上がっていきたいと思います。いやー、 YouTuber には負けらんないっすよ。ちゃんと他も仕事してますから。それすごい言うよね。YouTuber YouTuber はその下に見ないでください。いや俺はすごいと思ってるから名 YouTuber って紹介かと思ったら、いやだからね、今日はその、 ドラフト会議をしていくんですけども、その前にまずちょっとウォーミングアップということで、はい、やっぱり伝説の J1 も制した2011シーズン、その中で印象に残る試合、ちょっと皆さんに聞きながらお話をしたいなと思うんですけど、お手元にいくつか公式記録あるかと思いますけれども。懐かしい。懐かしいですね。めちゃめちゃ懐かしい。2011年だからみんな印象に残ってる試合たくさんあると思うんですけど、まずは、増島チームのお二人、2011年特に思い出に残ってるゲームってどのカードですか？僕いいですか？じゃあどうぞ。初めて鹿島スタジアムで勝った、あアウェー鹿島戦ですね。アウェー鹿島戦、はい、スコアは1-0。そうか、あれがアウェーでは初の鹿島戦勝利だった。そうだったんですね。そうです。リーグ戦はっすよね。リーグ戦はそう、うん、あれ劇的な勝ちだったじゃないですか、はいはいはい、ドンヒョクさんが退場してとか、その前にもいろいろ事件あったんですよ。皆さん知ってます？事件は有名ですそれ。知ってます？あの試合も劇的でしたけど、劇的なことが試合前にもあったんです。お、それライブ配信で大丈夫なやつですか？大丈夫です。ヒヤヒヤするな。はい。何ですか？教えてくださいよ。やっぱり試合も勝ち続けたりして、
ちょっとチームもこう緊張感ある毎日の練習だったんですね。その時にこう栗沢さんと橋本渉がすごい言い合いをして寝るシーンに怒られてました。はいはい、で栗さんはメンバーから外れてました。はい、で、ああもうやばい栗さんいないってなったんですけど、その分みんなで頑張って行こうってなったのに今度退場して、もうなんかねいろいろありましたねあの時は。いろいろあったね。最後な俺交代して中地がボランチやって、いやびっくりしました、うん、その中地さんが入ってくるのもびっくりしました。どこ入んのって言ったらボランチでもなんか意外とこなしたイメージありましたけどね。いやあの人やっぱ器用でした。あれでもヨンハさんがやっぱ良かったね。いや魂でしたね、うん、あの人のおかげで最後こう一人少なくても逃げ切った試合っていう。しかもねこの試合ね、あの前日取材した時に工藤正人に鹿島スタジアムで勝ってないって話したら、はいはい、じゃあ僕がゴールを決めてその歴史を変えますって。おまさにその通りになったその通り。すごいかっこいいじゃないですか。行ってみてえなそういうのな。行ってみたいですね。ポジションがねポジションだからね。フォワードはやっぱね点取るとか行ってみたいですね。大谷チーム特に印象に残ってるゲームは2011年。いやどれも残ってますけど、でもやっぱ開幕とか、うん、J1J2 で優勝したけど、うん、J1 でどうなのかっていうとこで、はい、やっぱ幸先のいいスタート切れたのは、だ結構清水はこのホームの一発目もそうだし、アウェー最後残り3節ぐらいでやった時の逆転勝利も、清水戦は結構11年は印象残ってますね。あのアウェーの逆転って2点差ぐらいひっくり返したんでしたっけ。いや1点差かな、前半でも全然ダメで、うん、全然うまくいかなかったけど後半逆転、クロークのヘディングで追いついて、レアンドロのヘディングで、なんかあれは結構優勝に近づいたかなと思いましたけどね。なるほど、結構劇的な勝ち方とか多かった、多かった、ね、本当に多かった。逆転が7試合個人的にはあの第3節の仙台戦、ここでやった澤正勝君が終了間際に決めて、あのおしゃぶりパフォーマンスしながら走っていったところが、まさかっちゃんね、すごい記憶に残ってますね。パフォーマンス慣れてない感じが出まくってましたね。ペルーの手法が。ああ、ペルーの手法が。ペルーじゃ見れないかな。いや、あれも良かったですね。ねえ、はい。すごいこのスタジアムが湧いた記憶があるんですけど。あれ J1 初ゴールでしょ、多分。さあさあ。まさかちゃん、うん、そうっすよ。確か。すごかった。うん、そうっすよ。いや、俺多分あの時、いや、あの時聞いてましたから、J1 初ゴールっていうのを聞いてたので。はい、本当に、はい、もう結構レースに関しても何でも知ってますから、はい、聞いてください何でも。いやでもそう考えるとやっぱ2011年ってそのメンバー構成もなんかこうムードメーカーみたいな人もたくさんいたイメージですね。そうですね。誰、中地、中地さんとやっぱ桐畑隊長がいたおかげで、あー確かにチームはなんか成り立ってた気がしますね。でも左サイドバックの橋本選手もね、だいぶいじられキャラとしてみんなに愛されてたし。渡るはそうっすね、練習後の自主トレ頑張ってました。本当の練習は、本当の練習はまあ6割7割ぐらいでやって谷君毎回怒ってましたよね、渡るに。俺そんな怒ってた、なんか渡ると栗さんは、あ、谷くんと栗さんは必ず渡るのこと怒ってた気がします。集中的に渡る怒ってるイメージが。それだけ仲が良かったってことでいいですかね。いや、やっぱ響かないんですよね。やっぱ栗さんのやっぱもう限界に達したんじゃないですか。足場線の前に。思わずちょっとバシンと。ピリピリッと入りましたからね。でもあの最終節、浦和との最下のゲーム。はい、あれは、まあ、まだ優勝が全然確定しない状況で、負けたら、ひっくり返される可能性もあったっていうところで、うん、相当マス君緊張感あったんじゃないですか。もう緊張しすぎて、僕今初めて言いますけど、前日39度あったんです。へえ、だけどこのチャンス一生ないと思って黙ってました。荒川さんってトレーナーだけしてました、はい、だけどどうしてもやっぱこんなチャンスないと思って、終わらないメンタル。でも緊張しすぎて熱出て、その後のビールかけでもっと熱出ました。っていう思い出があります。パフォーマンスは問題なかったですか。そうですね、皆さんのおかげで勝てたので、うん、本当にあんま覚えてないです。試合の内容は、ね、朦朧としてたってことね。朦朧としてました。もう谷君は長いあの柏での生活の末にあの2011年の J1 制覇、やっぱり相当
プレッシャーも緊張感もあのラストゲームあったんじゃないですか。いやでも僕やっぱりその前にも降格にこうだから2回してて、うん、残留争いたくさんして入れ替え戦やって、なんかやっぱ下の争いの方がプレッシャーはやばいっすね。ああそうか、だから本当あのシーズンはなんかいろんな人に優勝のプレッシャーはとか聞かれましたけど、はいはい、もうなんかプレッシャーとかはあんまなかったっすね、うん、楽しんでやれてた。そうっすね、やっぱネガティブなプレッシャーばっか経験してきたから、うん、そんなになんかプレッシャーは言われるほど僕はなんか楽しかったっすね、なんかあの時はでもね、土屋さんどことやっても負けない感じの雰囲気がレースにねありましたよね。これあのこの中で多分唯一あの日の最下にいなかったんですよ。おう、他の中継、うん、僕あのシーズンの夏から J リーグの中継担当になってて、それまでは情報番組のディレクターやってたんで、自分の好きな試合をいくらでも見に行けるっていう環境だったんですよ、はいはい、でやっぱレースの試合中心に行ってたのに、偶然あの2011年の夏から J リーグの中継担当になったので、うん、僕あのサイスタの優勝決まった日、同じ埼玉のナックファイブスタジアムで、あ、そうなの、アルディージャ対バンホールの中継やったんです。おお、笑っちゃいけないですけど、じゃあ速報見てましたよ。しかも同時刻キックオフだから、そう最終節だから、うん、同時刻キックオフだったんで、同じ埼玉なのに今日はナックファイブに俺はいるんだなって思いながらみんなの健闘を祈ってました。全然仕事に集中してない。確かに 0-0 だったと思うんですけど、試合も。あの年はね、僕はもう一つ記憶に残ってるのは、鈴木純さんが、あの柏が優勝したことでバブルを迎えたっていうね、あ仕事の依頼がたくさん来て待ってるって、びっくりしました。優勝するとこんないいことあるんだ。そうなんです、ね、いや本当です本当にバブルだったんです、ね、バブルでした。羽振りが良かった気がしますね。そうでもなかったですよ、ね、まあでもみんな忙しかったですよね。忙しかったですね、取材とかも。確かにね、その後ねクラブワールドカップもあったし、あそうそう、スケジュールもその後も結局パンパンで続いたから、そうですね。そんなに派手に祝う時間もなかったかもしれないですね。でももう北地さんが、こんな日に酒飲めないやつはダメだっつって、うん、みんなで行ったけど。行きましたね。だから取材終わって本当、もう夜中っすよ。1時、2時とかに合流したりして、その前に行ってるみんなと。でも次の日にさ、あったよね。パレード、報告会みたいなのあったけど、はいはい、こんな日に酒を飲めないやつはダメだっていう。体育会系だ。北地さんの一言でみんな。懐かしいですね。あの人が言うならしょうがないっていう、ね。いや、そうですね。寝不足のまま行きましたから。なるほどね。いや、またそういう時が、来ることを祈りたいと思いますが、ちょっとトークが温まったところで、そろそろメインのドラフトに行きたいと思います。話足りない。ここからまだたくさん話せますから。というわけで、レイソル、ドリームイレブンドラフト開催しまーす。ではですね、大谷レイソルには土屋さん、そして増島レイソルには鈴木さん加わってチーム対抗で、争っていきます。で、ルールですけれども、大谷さん、増島さん、プレイングマネージャーとしてすでにそのベストイレブン11人の中にお二人は入ってます。それぞれのチームに。で、一緒にプレーしてみたい選手、それから、まあ、柏の歴代ベストイレブンといえばこの人、まあ、そんな選手を、それぞれポジションごとに分けて、指名していってもらいたいと思います。もし、両チームの指名が重複してしまった場合は、ドラフト通りに、抽選で指名権を得て、獲得していくということになります。いや、一緒にプレーした選手、それから一緒にプレーしてないけれども憧れていたなんていう選手も入ってくるかもしれません。まあ、そういうエピソードもたくさん交えて、うん、やっていきたいなというふうに思います。では早速ゴールキーパーからいきましょうか。そうですね、はい、じゃあちょっとボードに両チーム選手名を書いてもらって一斉に出してもらいます。今後の付き合いはちょっと難しくなりますね。またそういう忖度を。僕やっぱり引退したので、はい、やっぱ長く生きてきたので、そこも考えちゃうかもしれないですね。そういうのコミ。僕はコミです。ハイクはもう大丈夫ですよ。いやいや、僕はもう。いやでも、見てる OB の、選手もいるかもしれないんで。俺もだって若い時やってきた上の選手たちいっぱいいるから、ね、確かに20年もいったらそれは大変ですね。だからここでもし入れなかったら後からなんで入れてないんだって連絡来る可能性もありますから、これを見てそうな人と見てなさそうな人を考えるっていうのも大事かもしれない。見てなさそうな人は入れなくても大丈夫だと思います。じゃあキーパー行きましょう。
結構ね大谷チームは勝負に行ってますよ。お、いやそんなこと言ったら僕たちも、ね、フルネームで、うん、フルネームで書く、はい、そういえば谷くんは G 書くときはレフティーなんですよね。そうです、漢字間違えてたら言ってください。なんかいろいろ問題が起きそうなんで。そういう時はひらがなで結構です。あだ名とかでもいいですか？いいです、いいです。もちろんです。安心しました。もちろんです。揃えましたか？はい。はい。揃いました。では、まず、ゴールキーパーです。じゃじゃん。僕も言え、はい。大谷チーム、菅野貴則、松島チーム。中村康介、おお、分かれましたね。危ない。じゃあちょっと康介ね。貼っていきましょう。まず中村康介選手、増島。いや康介ゲットできましたわ。もうここは分かれましたね。菅野選手。ちょっとかぶせに行ったんですけどね。はい。じゃあまず増島チームから選出理由を。もちろんそのね、菅さんとは長くやって信頼関係も生まれてると僕は思ってるんですけど、はい、あのやっぱり、まあ、菅さん、まあ、誰どうせ菅のでしょってみんな思ってたと思うんですけど、僕はやっぱこう康介がユースでよく練習来てたんですけど、シュート打たれるだけで骨折するぐらい弱かったんですよ。たまたまでしょ。なんだこいつ。たまたまでしょ。シュートを打たれただけで手の骨折れるとか、大丈夫こいつみたいな感じだったのに、うん、はい、トップ上がった時に、こらすげえって、初めてこうキーパーでこんだけ試合が変わるんだっていうぐらい衝撃を受けた選手です。確かにあの、最初の怪我がね、ちょっと多かったですもんね。シュートブロックで折れます？たまたまだ。キーパーでですよ。俺もコウスケはでも、ユースの時から知ってたけど、あれ、奥さんに絶対代表になるって言ってた。やっぱコウスケはちょっとレベルは違ったよね。レベル違った。身体能力がやっぱすごかった。なるほど。超変わってる。超変わってる。将棋が得意な変わってる中村コウスケ選手。こっちも変わってるね。やっぱりね、キーパー変わってる人多い説。その説ありますね。あります。南さんぐらいかな、やっぱまともなのは。で、なんでじゃあ大谷チームは菅野選手にしたのか。いや、康介もですけど、まあ、南さんもやっぱり長くレイソルで活躍してたから迷ったんですけど、うん、まあ、やっぱり一緒にこうタイトル取って、まあ、僕、同い年っていうのもあるので、はいはい、そこで。そっか、同い年か。で、まあ、一緒にこうタイトル多く取って、まあ、ACL とかでも一緒にこうアジアの舞台で戦ったっていうので、まあやっぱすげえかなって。でもあとはあの身長で、まあ今でもあのハイパフォーマンスを見せるっていうのはやっぱ結構衝撃、本当中学生ぐらいから知ってますけど、すごいなっていうのは素直に思いますね。もうヴェルディのアカデミーの頃からね、有名でしたもんね。あの雨の日ほどね、なんかすごい楽しそうに泥の中に笑顔で突っ込んでるユースの同級生の玉野純くんが言ってましたけど、肌毛光ってたって。玉野くんが言ってるとちょっと色つけてる。可能性あります、ね、確かに。でも谷くんは南選手も入れるかなってちょっと思ったんですけど。いや迷いましたよ、うん、先輩から連絡来ちゃうんじゃないですか。今迷いました。言い訳。でもスゲはあのキャンプでいつだろう、一昨年3年前ぐらいかな、チョンブクとキャンプ一緒で、はいはい、あのサウナにあの他の誰だっけ、イドング、うん、イドングさんと俺会って一緒にサウナ入って、はい、サウナ入るぞって、で話ちょっと話した時になんかレイスルの気でコウスケもたまたま入ってきて、はいはい、俺点取られたんだよみたいな、その年 ACL で点取られてたから話してたけど、いやレイスルのキーパーはあの金髪だろって言われてたから、すごい、そう、それぐらいやっぱ韓国のレジェンドにもやっぱスゲはインパクト残ってんだなっていうのはやっぱすごいなと思いました。いや金髪がやっぱ目立ってましたから。まあそうだ、チョンブクの時とかめちゃめちゃ止めてたから。確かに。でもイドングと目合ったらすごい怖かったって言ってた柏の選手もいましたよね。試合中すごい怖かったっていう、イドングはもうすごい眼光がするとこ、怖かった、本当に怖かった、うん、でもそういう選手にも認められたゴールキーパーということで、分かりました。まあ、これはまあ納得で分かれて、うん、2人名前が出てよかったなと思うんですけど、じゃあ続いてディフェンスいきましょうか。いや菅さんごめん。いやあのあえ
そういうの生きていきたいんです僕は。じゃあ続いてはまず右サイドバックからいきましょう。お願いします。あ、これちなみにフォーメーションはフォーメーション442で今日いいですか。あ、OK です。442でやりやすく、はい、皆さん先にやればよかった。442でいきましょう。あと外国籍選手は両チーム3人まででお願いします。はい、アジア枠とかなしでお願いします。右サイドバックどうですか。右サイドバックといえばっていう選手はまあ柏だとちょっと重複しそうな感じがするけどどうかな。漢字が分からなかったんですよ。あ、分からないでいいですよ。いやーいっぱいいますね。いっぱいいます。書きたい人いっぱいいる、うん、相当マスクは配慮して喋ってますね。いやそんなことないですよ本当に。まあ、僕のテーマは配慮じゃないですよ、忖度。でもそれこそマスクサイドバックやったことありましたよね。そうっすよ、だから皆さん覚えてます、開幕戦ロングスローの場所、ね、エイソルデビュー戦、僕右サイドバックですからね。どっからでもロングスロー投げてたイメージありますもんね。ムラさんがお腹痛くなって開幕戦もらったんですから、僕開幕戦ですからね。そうなんだ、はい、押し込んでね、マスの押し込まれてもロングスローで押し返すっていう戦術ロングスローサイドチェンジさあ、じゃあ右サイドバック両チーム合わせて出してください。いきましょう。じゃじゃん、出ました。重なりました。え、一緒っすか。これは重なるでしょう、ね、谷君字うまい。いや、松島って書きたかったな。センターバックですから。じゃあちょっと重複してしまったんで抽選いきましょう、はい、じゃあどうします、松島チームから引いてもらってもいいですか。いいですよ、はい、後輩っすか。あ、一緒に入れちゃダメなんですね。入らないんじゃない一緒に一緒に手違います、野球は一緒に入れますからね。一緒でしたっけ。違いましたっけ。入ります。いや違うような気がする。ごめんなさい、一緒ないでしょ。だって何人もか。一斉に開けましょう。両チーム開けちゃダメでもらって一斉に開けましょう。もうみんな頑張ってこうやって準備してくれたんですね。ありがとうございます。感謝っす。では酒井宏樹選手獲得はどちらか、オープンお願いします。いやー、俺これ、あ、そっちかー。間違える光景見たことある。これだと思った。いやいや、これでしょ。あ、指名権獲得。ドラフトだ、ドラフト。ヤクルトでね。あ、いいね、いいね、さすが。なるほど。さあ、というわけで、大谷チームに酒井宏樹選手、加入です。あ、これ痛いなー。というわけで、増島チームは、右サイドバック別に選んでいただけますか。でもいっぱいいるからね。いっぱいいますから。うんうんうん、力のある選手。はい。どうしましょう。マスが外れ引いた。やっぱりあのやっぱり今レースで頑張ってる藤田正人。うん、はい。藤田正人。ここには書いてないんで、すぐ書いてください。今はアカデミーで。いやもうなんか魂注入してるって噂が聞きましたよ。うん、なんかまず心を鍛えるところ頑張ってるって聞いたことあるんですけど。いや、期待ですね。藤田選手、でもそんなに長く在籍したわけじゃないですけど。けどやっぱりあいつの魂はこう、選手たちにいい影響を与えてくれましたよね。あのディスコ決勝のね、ね、工藤選手のながらね。あの決勝点を。でもみんな俺らは、やれよって言ってましたよね。俺、あの、出場停止でスタンドで見せた。あ、そうか。俺らはみんな、いややらねえよ最後根性でって言ってたんですよ。ひどい、もうお前決勝だしお前ここやれよって言ってたら前十字切れたから前十字切れた右足であのクロス蹴ったってことですね。そうそう、あのでもあれしか蹴れないクロスね、あの軌道しか蹴れない。マスはだって前十字切って交代したもんね。そうっす、あのプチンって切れました。前半ですぐ変え、やれよって言われなかったあれ。はい、もうすぐ変われって。とりあえず、マッシュマレーソンの右サイドバックはちょっと怪我してもやらせるっていうことでいいですか。魂です。魂右サイドです。じゃあ、続いて左サイドバックいきましょう。左サイドバック的にお願いします。いや、サッカー取られたか。ちょっと痛いな。左サイドバックは意外とね、あんまりいないですよね。難しいですよ、ね。いないんですよ。でもさっき話題に上がった人いましたよね。あ、結構長く活躍した人、そうですね、さっき何度も名前が出ましたけど、左サイドバック入るってことかな。じゃあどっちかに、谷君も左サイドバックやってましたよね。ああ、石崎レースの時も3年ぐらいですよ。ポジション違くねって俺思いながら試合見てましたから。
真っ白チームかけましたか。かけました。はい。では左サイドバックいきましょう。お願いします。じゃじゃん。あいやーコンバートしてるのに被ってる。来た来た。ちょ待ってください。これ僕の親友なんで優先的に僕もらえないですか。親友なんですか。僕はもう。ジョルジュ・ワグネルのスパイクは僕がさ、提供してたんですから。まだ連絡し取ったりして。音信不通になりました。全然親友じゃないじゃないですか。では、また。マッシマーチームからは。では、今度谷君からお願いします。大谷チームから。いや、ジョルジ。中盤じゃなくサイドバックなんですね、両方。レイソルではほとんどね、前でやってましたけど、ね。これ折り目とかつけてないですよね。ズルしてないですか。折り目つけてさ、そういうのさ、折り目つけて、いや、考える時点でちょっと怪しいよ。折り目つけて、やったっしょ。八百長はなしです。八百長なし。やってるわ、これ、マスター。これやってるわ、もう。じゃあ、いいですか、左サイドバック、指名権獲得どちらか、回復。やあれあれなんか印ついてた。なんか折り目ついてますね。やりました。怪しいな。なんかね、今までの経緯が。ジョルジ・ワグネル。私の名前はこれでかいワグネルです。キッカーもね、これでフリーキックもね、でもですね、キッカーもできた、うん、ましょう。はい、左サイドバック獲得。では大谷レイする左サイドバック、改めて平山さんで。平山さん、はい、はい、渋いな。平山智則選手、平さんで。これはね、レイソル長く応援してる方からしたら納得の選出じゃないですか、うんうん、そうですね。ねえ、平山選手、まあ、平山さんですけど、谷君どんなところがいい選手でしたか。顔です。顔あれ確かブラジルのアイドルの女性かなんかのシューシャってあだ名ですね、ニックネームでしたよね。平さんはなんか、そうそうそう、僕のイメージもなんかウイングバックのイメージ、うん、が強いですけど、うんうん、でもまあなんかサイドバックもやってたし、やっぱキックも上手いし、うん、まあ独特っすね。フリーキックなんかもね、蹴ってましたしね。なので、はい、ジョルジュキッカーも大丈夫です。平さんキッカー両方ともこれで左は揃った感じになりました、はい、さて、じゃあセンターバック、まず一人目いきましょう。あ、でもマッシマチームはマスクの入ってるのも入れときましょうね、はい、よかった、マス通らなくていいかな。よかった。右左どっちがいいですか、マスク。僕やっぱやっぱ魂の横で。藤田正人の魂の横で。はい。じゃあまず一人両チームセンターバック書いてください。あ、僕も書きます。うん、書いてください。いや、マッシマ取れねえか。いやもうそれでもこれは痛い。戦力なんですね。これは痛い。もう負けですよ、それは。これは痛いわ。構想に入ってた大谷チームの。入ってないです。いや、俺だから全部のタイトル入ってんすからね。え、よかったです。これ本当五年言われるからマスに。俺全部の雑誌見てますからね。誰が何を言ったか。付き合い方変わりますから。そういうとこあるからね。はい。みんな大好きだから見てるんですよ。誘わないと本当ぐちぐち言う。そうっす、俺なしでよくご飯行ってるから必ず LINE しますから。あれ俺はみたいな。大丈夫ですか、 LINE グループ外されたりしてないですか。気づいたら結構いよし、じゃあセンターバック一人目いきましょう。じゃじゃん。あー、また重なった。こうなるんだ。重なりました。いや、実は今日ここに来る途中、僕この人に会ったんです。え、たまたま時道でお互いマスクしてて気づかなそうだったんですけど、目近づけてみて、あれってなって。走ってました。 お子さんたくさん連れてご飯食べ行った帰りに。いや、ベンチプレスしたでしょ。びっくりしちゃいましたよ。いや、いや、またか。それはじゃあ。ルーさん見てるかな。ルーさん入ったよ。よし、じゃあ抽選行きましょう。これはどちらが獲得するか。折ってたやつ取れば。折ってたやつ取れば。折ってたやつですね。これですね。さっき折って戻した可能性ありますよね。そうです、折って逆サイド折りました。そうね。ではオープンお願いします。やったー。ああ、いや、ちょっと怪しくなってきた。怪しくなってきたんじゃない。絵に描いたような。これちょっと怪しくなってきたな。ここでこれは嬉しい。これは嬉しい。フォーバック完成。いや、これは嬉しいわ。確かにもうセンターバックっつったらもうマスクっつったらもうドゥーとのコンビだもんね。
じゃあ、はい、大谷チームもセンターバック、これは嬉しい、ここ2つ行かれちゃった、ね、そうですね、大谷チームこれだからセンターバックも2人書いていいっていうことになるかな、あ、そう、2人取っていいってことですね、2人取って、これでもちょっとあれっすね、ね、ちょっと外国人外国籍枠の問題が出てくるから、うん、あ、そうか、まあ、でも、でもうまくいってますね、うん、いいっすよね、まあでも狙った通りのところが、ちょっと話す時間も欲しいんで早く決めてもらって、じゃあ2人っすよね、すごい余裕出てる、僕らもやっぱみんなと話して、レースもみんなで喋りたいです、僕は、そうですね、鍋さんで、お、渡辺武さんと、ミョンボさんで、お、あ、完全封鎖、はい、これはパンチありますね、さて、じゃあまず真島チームから近藤直也選手選出の理由をお願いします。いや、もちろんドゥさんに鍛えられ、一緒に数々のタイトルを取り、まあ、移籍して、まあ、ジェフの方でもね、一緒にこう組ましていただきましたけど、こう何ですかね、ドゥさんってやると唯一なんかあうんの呼吸といいますか、あ、ここに動くだろうな、ここにいるだろうなって、今怒られるだろうなまで分かりますぐらいドゥさんは結構分かり合ってました。結構怒られることもあった、最初の方は怒られてましたね、僕のせいじゃないのにって思いながら、はい、だけどやっぱドゥさんに散々助けられたので、なるほど、はい、大好きでした、そうなんですね、はい、だ、大谷チームこの、まあ、かなり昔のお二人選出しましたけど、この理由は、いや、もう本当実力者っすよ、なべ、うん、さんはまあ僕一緒にやらせてもらいましたけど、本当になんか守備の人っていう感じで黙々とこう自分の役割をやるし、まあ、ああいうなんかナビスコの、ね、優勝した時に最後、うん、のゴールゴールを入れるとか、すごくやっぱ、まあ、人も僕はすごい好きだったんで、うん、まあ、ミョンボさん一緒にやったことないですけど、はいはい、やっぱりこう井原さんと並ぶやっぱアジアのトップレベルの人なので、うん、一緒にやってみたかったですけど、やっぱり、ね、チームへの貢献度とか実力っていうのは素晴らしかったと思います、うん、やっぱり歴代のレースの中でここに2人いた、もう1人薩川さんがいて、そうですね、完全封鎖っていうね、あのワードは結構パンチありましたよね、うん、ナビスコの決勝の時はね、ミョンボさんいなかったんですよね、あの時、うん、で、たけしさんが最後同点ゴール決めて、からその試合の時は僕この服着て見に行ってました、やっと使うと来ましたね、もうちょっとまだ字が濃かったという、あ、そうそう、ちゃんとフレームもしっかりしてたことでもいいっすよ、俺らの年代がやっぱいいっすね、うん、確かに、バランス取れてる、バランス取れてる、バランス取れてる、マスク当たってる、いやでもそっちの力づくできそうっすね、なんか連行ね、結構序列でこうね、うん、さて、じゃあ中盤行きましょう、中盤まずは、サイドハーフからいきますか、じゃあ右のサイドハーフ、はい、いいですね、はい、いいですね、はい、うん、いや、これもまたさ、右のサイドハーフかねえ、みんなそうでしょ、もう9時に任せます、絶対重なる人があと3人ぐらいいそうですね、絶対重なると思う、できましたか、はい、はい、じゃあまず右のサイドハーフオープンお願いします、じゃじゃん、あー、ほらー、いやこれも仕方ないです、これも仕方ないです、これは誰もがもう認めますか、 J リーグ MVP ですから、そうです、これはニーヤーはね、うん、よし、ここはじゃあ抽選でお願いします、ほら、谷くん負けてんだからもう負けてるようなもんですよ、あのメンバー見たら今の手の動き怪しかったですね。気づいた。楽しくしてください。やっぱバラエティ番組で鍛えられてる感じがありますね。本当ね。ではオープンお願いします。うわー！いやこれはでかい。これはでかい。これは大きいですよ。これはでかいけど、もう外国人枠2枠になりましたね。いいやん、いなくなりました。いいやん。さて、じゃあ、マッシマチームは別の選手を選出してください。これはでかい。決めてなかったですね。でも逆に持ってきますよ、こっちを。ああ、いいよ。あ、どっちだっけ。あ、これかぶったでしょ。伊藤純也ね。伊藤純也。はい。ああ、でも名選手残ってるじゃないですか。
ジェーね。もうなんかもう手の届かない人になっちゃうから。なんか口聞いてくれないっすね。あの甲府から来た時は可愛かったのに。いやでもすごいビッグにどんどんなってますね。戻ってきた時なんか顔出しに来るけど、マジあのまんまで。変わらずなんかもうずっと漫画とか家で読んでそうなジェーのまんま。変わらないですね。変わらない。今のインタビューとか見てもね、やっぱ喋り方とか全然変わらないですもんね。レアンドロ・ドミンゲスに関しては、谷くん、いっぱいエピソードあるじゃないですか。いやー、特にないですね。まあでも、あんなうまいのはやっぱ、見たことなかったっすね。来た時は衝撃的でした。来た時は、なんか、そんなにフリータッチとかのやってなかったんで、試合になるまであんま分かんなかったっすけど、そっからはもう、抜群でしたし、とにかくボールをよこせよこせってずっと手上げてる。だ間に俺はよくボランチでなんか斜めに出す時が多かったから、はい、間に2人ぐらいいてもずっと手上げてるからもう出せないって言ってでも出せみたいな、うん、じゃあなんかこう浮かして出せばいいのかって言ったらそうだみたいな、で出したらやっぱちゃんと処理できる、処理するし、なんかもうすごい言うからムカついて結構なんかもう厳しいパス出したらすごいいいターンしてナイスパスって言ってくるから、これはもうすごいわと。ごめんって感じですか、うん、いや一発で前向くから、うん、そうですね、とにかくやっぱうまかったっすね、点も取れるしやっぱ、うん、ターンしてズドンっていうのは結構たくさんありましたからね。ねめちゃくちゃあった、うん、すごいっす。いやよく試合中熱くなってしまってることも、いや練習中から熱かったっすよ。ね、いや熱かった、なんか絶対ターゲットにされる選手が必ずいましたから左サイドバックはよくやり合ってた、あ紅白戦とかで、ね、あだから中地さんがよくやられてましたね。じゃあ左サイドハーフいきましょう。いやそっちなんかレアンドロと酒井のセットはなんかいいっすね。そうか、2011コンビじゃないですか。勝ったわ、うん、勝っちゃったわ。さあ左サイドハーフ、はい、決まりました。決まりましたか。早くしてください。ちょっと待って。漢字間違えちゃいけないから。確かに。ちょっと漢字難しい選手もいますから。漢字が難しいってなると。いやそこ。オッケーです。では左サイドハーフお願いします。じゃじゃん。そこ？そこ？そあれそこ？みんなが求めてるものじゃなかったかな？左サイドハーフですよ。でも結構作詞じゃないですかこれ。あら。僕先喋っていいですか。もちろんですよ。レアンドロとフランサのキングの共演を僕は見たかったんです。ああ、なるほど。見たことなかったんで。はい。そこで3枚使うとしたね。うん。そうなんですよ。これでもマッシマチームは左サイドの守備大丈夫ですか。あら、ドゥーさんがカバーする。はい、相当大変ですよ、カバーここ。ドゥーさんならできますから。怒ってるし、怒ってます。で、俺が怒られますから。結局自分の首絞めてるじゃないですか。全然大丈夫です。大野選手、懐かしい。これはね、土。外せないですね、やっぱりね。元祖天才というか、あとやっぱりね、その北島秀明選手とのね、信頼関係みたいなのがあって、北島選手が熊本で引退会見したときに、この大野晴隆っていう名前を出してもらいたいがために現役時代一番パートナー組んで楽しかった選手は誰ですかって質問しましたから、そしたらやっぱ大野選手って答えてくれて、天才肌ですよね、うん、キャンプで、ね、同じ部屋になって、はいはい、春さんと、はい、なんかユースの時からよくしてもらってたんですけど、うん、なんかまあちょっと尖ってるイメージじゃないですか、はいはいはい、イメージ通りなんですけど、でも眠くて先に、はいはい、でね、俺が先に寝たら静かにテレビの音量ちっちゃくしてくれて、優しい優しい、優しい、でご飯とかもよく連れてってもらいましたし、プレーはもう言うことないですよ、天才っす、天才っすね、なんかねやっぱ感覚が優れた選手だったなというイメージがありますけど、10番が似合う、マスカラは出てこないと思いました。そうです。2人は結構一致してたよね、うん、これに関して。確かにそこは出てこないですね。じゃあ続いてボランチ、まず1人目いきましょう。それはもうもちろん、それは大谷キャプテンはもう入ってますので、俺ら間違えたことしてましたね。
ではボランチまず1人書いてください。皆さん書いてください。これは谷くんが誰と組みたいかっていうのが現れているんじゃないですか。確かにこれすごい大事っすよ谷くん、ね、今後にちょっと響くかもしれない。これは誰を挙げるかによって今コーチやってる方から苦情が来たりもするかもしれないですから。あ、なるほどね、うん、これはね、まあいっぱいいるからいい選手では。あれ、マシマチームかけました。漢字が分かんなかったみたいで、はい、かけました。はい、じゃあ1人目お願いします。オープン。ああ、そうだ。重なりまくって時間がどんどん押していく。そうなんですね、うん、じゃあ抽選お願いします。パッといくわ。パッといきましょう。まず選んでよ。 OK です。さっきさ、細工したやつ。はい、折り目的に。もう1回目だからもう折り目的にパッチリ。ではオープンお願いします。やあ、これはやってる。これはやってるわ。やってる、やってるな。折り目通り獲得です。獲得。では大谷チームは大谷キャプテンの相棒、これはもう栗さんで。栗さんで、はい、はい、バラ悲しむだろうな。バラはね45分経ってから栗さんとチェンジ。はい、谷栗コンビ完成しました。じゃあマッシマチームもう一人ボランチ選んでください。もちろんバラ、バラダ選手。バラダ選手、はい。まずじゃあマッシマチーム、バラダ選手はどういう理由で。僕ね、やっぱ今まで17年間現役サッカーやってきましたけど、はい、一番インサイドパスがうまかった。あー、ボールを受けるこの球筋、軌道がバラが抜群でうまかった。すげーって思いながらいつもこうボール蹴らしてもらって、だからいつもロングキックとか2人組のキックは自分からバラ蹴ろって言ってました。うまいから。やりたい。やりたい。俺がやりたいからバラ蹴ろって言って、いつも蹴ってもらってました。でもバラダ選手は結構工藤選手とコンビ組んでること多かったんですよね。二人組とか。アカデミーの時からもずっとね、あのバラは。でそこにマスク割って入ってた。自主練とか必ずバラ蹴ってもらって、蹴ってもらってました。そうなんですね。もうなんか惚れ惚れするキックでしたね。みんなキックは褒めてたよね。本当にうまかった。大谷チーム。取られちゃいましたけど、やっぱり谷君の師匠ですか。そうですね、やっぱボランチとはっていうのを教えてもらいましたし、まあ背番号も引き継がせてもらって、まあ、ユースの先輩なのでそこはやっぱりリスペクト。はい。この方は、まあ、栗さんはもう本当に一人いたら全部セカンドボール拾ってくれるからめちゃめちゃやっぱやりやすいし、まあ、栗さんは本当何も言わなくてもやりたいことも理解できるし、ここは講師ともに仲良かったですもんね。そうですね、お世話になりました。いっぱいご馳走してもらって。お世話してました。まあ今はコーチですけど、まあらしいっすよ、やっぱ栗さん。栗さんコーチどうですか、うん、まああのまんまっすよ。あのまんま、うん、なるほどね。これからはチームをどんどん強くしてもらって、いつか監督っていうのもね見てみたいですけどね。そうですね、うん、さてじゃあフォワードいきますか。フォワードね、フォワードこれだけいるとちょっと選ぶの難しいけど、両チームともに外国籍選手あと1人ずつ選べるっていうことですね、うん、そうですね。あ、そうか。じゃあまず2トップだから1人目からいきましょうか。え、どうします。これフランサここってちょっとねそこ想定外ではありましたけどね我々としても俺らからしたらちょっとあれですよね、うん、だいぶ想定外ではありましたけど、まあ、作戦、それも作戦サボってきてますね。監督向いてないかもしれないですね僕。え、フォワード両方かぶる可能性ありそうです、ね、あれ2人かぶの。とりあえず1人まず。これかぶんないと思います。いいですか。はい、話では1人目フォワードお願いします。じゃじゃん。おお。うわ、そっち。そっちか。ペルーの司法。ペルーの司法。なるほど。これは理由は皆さん分かってます。いろんなタイトルを取った時とか大事な試合で語りかけさあ正勝がプレーをした後に点が入ってるんです、うん、そうか。コーナーキック取ってるとか、澤さんがもう天皇杯とかも澤さんのおかげで勝ったり、セカンドボールを泥臭く拾ってくれるイメージは確かにありますね。中ちゃんはねボールが跳ねてる方がいいからね。そう、平らなグラウンドは向いてないって言われてましたから。ペルーで見てるかな。澤さんは本当すごかったな。この選手はまあ
誰が選んでも入れるかなっていう感じが足りますね。あとね、増島さんの高校の先輩だと思うんですけど、これ大丈夫ですか、増島チーム入れな。僕 Z 書こうとしてたんですけど。うまい。かぶっちゃったな。じゃあ太くん。いやもう北地さんはもうね、本当ザストライカーっていう感じなので、まあやっぱ北地さんのキャラクターがやっぱみんなを引っ張るし、北地さんが点取ればスタジアムが盛り上がるし、もう言うことないですね。もうし、あの練習に取材に、ね、僕とかジュンさんとかスッチも来た時に、練習の後に出てくるの待ってても2人がサッカーゲームやって全然出てきてくれない。いやそれは本当北地さんがやろうよと、治療終わって帰りたいのにトレーナーに、いやちょっと上で待ってるって言っといてみたいなので帰らせてくんないですか。で勝つまでやめてくんないっていう話も聞いたことありますよ。ずっとやってましたよね。ずっとやってた。だって大津勇気をボコボコにしたって話をゲームで。その前だったらこうタマさんとかもみんな一緒にやってましたけど、その頃はなんかやっぱ熱い誘いをいつもしてもらってました。鍛えられました。サッカー感を。ゲームでね。いやでもやっぱり柏レイソルといえばこの方は外せないです、ね、マスはちょっとびっくりしましたね。いや次だったんですけどね。取られちゃいました。いやマスは、ね、マス君の目のために言うと本当次でした。そうなん、順番間違えました。でも僕はいっぱい喋りたいから被らないでした、ね、なるほど、はい、でも澤さんはやっぱりみんなあの送別会の時もすごいみんなにね、あの盛大に送られてましたけど、相当やっぱり愛されてましたよね、うん、みんなから愛されてたね。天然だったでしょ。めちゃ天然だった。日本語が徐々に上手くなってったもん、ね、来た時から。最初の頃これ日本語なんて言うんだっけみたいな感じでした。えみたいな、えって感じでした。もうトークイベントにゲストで来てくれるともう任せとけば大丈夫っていうぐらい、うん、本当によく喋ってくれる、ありがたい。取材したらブルジル人とかもね繋いでくれるし、取材した時にサッカーの話苦手してたから。いやでもいいチョイスですね。まさかつか。さてじゃあもう一人、はい、もう僕書いてます。早くしてみます。早くしましょう。早くない。はい、もうどんどん喋りたいんで。これもう一人って両方同じ選手可能性あるんですかね。いきますか。じゃあ、はい、最後の一人お願いします。じゃじゃん。あーそう、そっち。そっちか。谷くんこっちだって。いやそれはすごかったよ。それは分かってるよ。これも在籍年数とか関係なく言っちゃいましたね。いや、まあ、対戦させてもらって、あの千葉銀カップでオルンガと対戦した時にやっぱ衝撃でしたね。どのあたりがやっぱすごかったですか。もう向こうは力入れてない状態、僕は 100% ぶつかりに行ったのに動かなかったんですよ。岩みたい、岩みたいでした、ね、だからこれが世界かっていうぐらいこう納得させられたような。でやっぱあれだけ結果出してるから、うん、そりゃそうだろうなって。いやそれはすごかったよ、うん、卑怯だったもんねちょっと。卑怯。あのレベルだと谷君やっぱちょっと戦術の肝に据えるのが当たり前みたいな。何もないところからゴール生み出しちゃうんで、うん、ちょっと背後にボール弾ませれば確かにチャンスになっちゃう。確かに。いっぱいそういうのありましたもんね。いやすごいっすよ。いや人間的にもいいし、うん、で大谷レイソルはだいぶ懐かしい名前が、これはまたタイプが違いますけど、1回目のエジューソンですね。2回ねありましたからね。2回目のエジューソンじゃなくて選んだのは1回目のエジューソン。2003年か何かに1回また来たけど、どうでした。どんなイメージが残ってますか。いや僕一緒にやってないんですけど、やっぱりこうスタンドから見てた中でやっぱあのスピード、うん、でやっぱブラジル代表としても活躍してるし、うん、やっぱ J リーグエジウソンとジャメーリの、うん、あのコンビは懐かしい。ジャメーリはトップ下やってましたかね。うん、やっぱすごかったなと思いますね、うん、よくあの股抜きからぶち抜いてシュート決めたシーンが、うん、テレビで何度も出てましたけどね。2回目は数日あって、うん、1回ブラジル帰ったらもう戻ってこなかったですけどね。エジウソンだって思ったら、その思ったのでもあったのもでもレイソルでプレーした後にもブラジル代表でワールドカップ出たりしてましたよね。そうそう、確かね、優勝したのはねレイソルの後ですよね、また笑顔が良かったですよ。なんかキラキラした笑顔の選手っていうイメージですよ、ね、確かに、うん、というわけで11人出揃いました。いや、うん、いやなかなか入れたかったけど入れられなかった選手とかいます。いやいますよ。
いっぱいいますよ。クラさん以外です。クラさん、僕も同じです。クラさん以外でここ入れときますか、ね、入れない。入れないでください。入れない。やめてください。いやー、でもやっぱりいっぱいいますね。いましたよ。外人はスーパーサブ入れます？ああ、いいですね。ちょっとまだ多少時間があるみたいなんで、スーパーサブは外国籍選手も OK で。スーパーサブ。あ、その中からですね。一、うん、人って感じですか。どうします。厳選。もうちょっと入れます。じゃあ二人ずつ入れましょうか。二人パック。もう。二人いいですよ。書いちゃって。スーパーサブだからね。スーパーサブというと前の選手になりがちですけど、まあでも。岡山和成か。締めるときに。ああ確かにね。確かに。いやでもスーパーサブ難しいの。そうね、確かに。伊藤純也取られたもんな。彼かストイチコフがどっちにも入ってないですね。ちょっとそこまでいくと分からないです、ね、なんかプレーのイメージがっていう、そうイメージもなんか確かにプレーをあんまり見てないから、彼かとかね。でもそれこそ JFL の時とかは野球場とかで試合やったりしてますもんね、うん、山形の阿部行った時にね、あ、照明の都合かなんかで多分スタジアムサッカー場が使えなくて、なな野球場の内野に芝生引いてやった試合とかでハットトリックとかしてましたよ。早く早く帰って早く。これは重なるかな。重なりますかね。ではスーパーサブ2人オープンお願いします。お、重ならない、重ならない。あ、タマさん、まあ、でもいいじゃない。なんか思い出したみたいな。タマさんでした。本当はタマさんでした。本当はタマさんでした。本当はタマさんでした。田中純也、この2人の選出理由は松島さん。ですね、もちろんあの2011年2012年あの開幕戦の時に、はい、結構あんまりうまくいってなかったんですよ、うん、千葉銀から、うん、でフォワード誰にするみたいな、うん、多分ネルシーニョも悩んでて、はいはい、でちょっと反対側のサブ組で TJ と大津祐希が2トップやってたら、うん、スタメン組にボコボコ点取ったんですよ。そしたらネルシーニョが次のセットで2人ともトップに入れて、うん、そのまま開幕行ったんですよ。で毎回、ね、こうサブ組にいてこの2人がかき回すんですよ、うん、で俺らが怒られるんですよ。っていう2人でした。何やられてんだと。そう、めちゃくちゃ嫌な2人でした。はい。大谷チーム、クリス、玉田、このお二人。これはもう、まあ、クリスはね、やっぱあのパンチ力と、うん、あの外国籍なのにあの献身性、うん、実際やっぱ点もめちゃめちゃ取ってるし、うん、途中からのクリスって本当に嫌だなっていう、うん、タマさんもやっぱ一緒にやってた中でこんな上手い人いるんだって思ったのはやっぱタマさんが最初だったから、うん、まあ、それで入れさせてもらいました。なるほどね。代表でね活躍してったのもこうレースの時だったんで、うん、タマさん分かりますよ。え、僕もそうでしたもん。入れたかった本当は。そんな塊みたいになってきてるの。さて11人とスーパーサブ揃いましたけど、まずマシマネス、このメンバーどう戦いますか。そうですね、ここ大丈夫ですか、守備。だから左サイドからやっぱ攻めたいですよね、はい、で、まあ、明神さんもいるんで、ここ逆の方がいいんじゃないですか。違うんですよ、澤さんはトップ下なんです。なるほどね。で困ったらボンって蹴って、で澤さんがガシャガシャってやってホルングドカン拾って、そうで戻りが遅かったらマサトが遅いって怒って、うん、ルーさんに俺が怒られる。もうこれだけです。怒られるとこまでじゃあセットなんですね。そうですね、はい、なるほどね。大谷レイスルは、いやでも結構イメージした通りに、うん、確かに取れましたよね。バランスいいですよね。確かにね、年代もポジションも、まあ、真ん中はしっかり固めながら、うん、まあ、右はね酒井とレアンドルがいて、左ハルさんと平さんで、そこの2列目にバランスいいですね。いい状態でボール渡してからですね。オルンガ対本名簿面白そうですね。確かに。まあ、でもやっぱ弾ませたくないですねボールは。先に処理しないとね。あ、はっきり処理しないと。そう、弾ませる前にやっぱ菅野が飛び出してもらわないと。なるほど。いやでもいいですね、バランスいいですね、谷君。え、バランスがいい。やっぱり松島チームは同じ時代にプレーした
選手が大体そうですね、やっぱり自分がプレーして衝撃受けた選手とか、うん、なんかそういう思い出のある選手をどうしても選んじゃいましたね。なるほど、うん、いやでもこうやって見ると歴史がいろいろ見えてきて面白いなと思いますけれども、さて、このベストイレブンドラフトを楽しくやってまいりましたが、ちょっと時間が、だいぶ迫ってきてしまったようなので、エンディングに行きたいんですが、まあ、今シーズン間もなく、まあ、チームが始動して、また厳しい戦いが、始まりますけれども、まずはじゃあ潤さんから今年のレースル、どんなところを期待していきたいか、ちょっと一言いただけますか。そうですね、まあ、選手もね結構入れ替わったので、特に攻撃陣の方が、まあ、そのあたりの選手がどう絡んでくるのか、あと去年ね怪我したキャプテンが戻ってきてまたちょっとねチームを締めてくれると思うんで、そのあたりに期待したいと思います。たくさんいい記事書いてください。本当っすよ、はい、チームの結果でいい記事書きます、はい、ぜひお願いします、はいはい、さて続いて土屋さん、はい、ね、今年はユースからも U18 からも昇格してくる選手もいますし、うん、森海斗選手もね筑波大から入ってくる、結構やっぱりまたアカデミー出身の選手がトップチームにもいっぱいいるので、まあ、大谷キャプテンも、ね、含めてこうアカデミー出身の選手たちのトップでの頑張りみたいなものにもぜひ、ね、期待したいと、はい、思ってます。ユースの選手は相当ね土詳しいですけど、うんうん、期待する選手いっぱい今年上がってきたんじゃないですか。そうですね、今年上がってくる3人はやっぱりみんなプレミアリーグでもねちゃんと活躍してきた選手たちなので、うん、その選手たちがねプロでどのくらい活躍できるのかっていうのはね続く U18 の今の選手たちにもね影響を与えると思うので、うん、本当楽しみにしたいと思います。まあ育成の賞を取るクラブですからね、うん、はい、やっぱりそこ期待したいですね、はい、さて増島さん、はい、今日は楽しませていただきました。こちらこそありがとうございました。呼んでいただきありがとうございました。今は芸能人なんですか。違います、YouTuber です。一軍の方でも指導をやってるので、はいはい、いつかこの日田時代、日田時代って言わないですか今この日田時代現場の仕事もじゃあ、まあ、結構これからもやっていきたいじゃないですか。谷君と今同じライセンスの B 級なので。なるほど、ま、いつかね、いつか違った形で高齢すると関わっていけたらね、うん、嬉しいなと思ってるんで、うん、応援し続けてます。今年のチームにどんなことを期待しますか。そうですね、まあ、メンバーが変わっていくこともメンバー変わっていくと思うんですけど、うん、まあ、監督をはじめ多分またすごい競争が始まっていろんなものが見えてくると思うんで、まあ、谷君も含めてこう上位に食い込んでくる姿を、ね、楽しみにしているので、うん、ぜひ頑張ってほしいな。はい、さてキャプテン、はい、まあ、20年目ということで、はい、自身の、まあ、こともそうですしチームのことももちろんそうですし、今年はどんな1年にしたいですか。まあ、そうですね、個人的なところは去年やっぱ怪我して、うん、ピッチからかなり長く離れてしまったので、しっかりこうピッチでね試合に出てる出てない、まず出ることを目指しながらも、その中でこう出てなくてもねチームがいい方向向くようにトレーニングの中からみんなと話していきたいと思いますし、まあ、あとはこう選手が多く入れ替わりましたけど、まあ、サポーターの人はねやっぱりこう不安に思ったり、うん、どうなるんだろうっていう風な感情がすごくオフシーズン多かったと思いますけど、はい、そのねこう皆さんの不安を払拭するような結果を、明るい話題をこうシーズン中届けられるようにしたいなっていうのは思いますね。足の状態どうですか。まあ、だいぶいいです。だいぶあの手術する前よりも感覚もだいぶやっぱり良くなりそうです。そうですね、まあ、結構時間経ってリハビリもしっかりできたので、まあ、このオフシーズンも動かしてましたし、やっぱりみんなキャプテンのプレー見たいですよね。見たい見たいそうね、期待に応えられるように、はい、したいなと思いますね、うん、まだお子さんも小さいし、お子さんがやっぱりキャプテンのプレーちゃんと覚えていられるぐらいまだまだやってもらわないとって勝手に思ってますが、勝手に思っててください。今年も活躍期待してますんで、はい、はい、頑張ってください、というわけでですね、この後およそ30分後に第2部がスタートします。新加入選手たちが登壇しますので、どうぞそちらもお楽しみください、というわけで第1部のご視聴皆さんどうもありがとうございました。選手の皆さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。